おはようございます。5月23日、日本語による礼拝を始めます。招きの言葉。主を褒めたたえよ。主のしもべだしよ褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえに至るまで、主の皆は褒むべきかな。お祈りをいたします。 主なる神様、私たちはこのンペンテコステの手術に感謝いたします。この日にあなたによってここに集められ礼拝するためにこうやって、えー、ズームの中で皆さんにお会いし祈りの時を捧げそして礼拝を始めることができますことを感謝いたします。あなたに注いでいただいた精霊によって私たちは祈る群れとな,ってならせていただきました。それぞれぞのの、地でキリストの 体なる教会に結ばれ、礼拝する神の民として生かされていることを感謝いたします。この時代、この立場にあっても、教会が福音の証をする場として祝福していただきますよう、心よりお祈りいたします。いろんな状況に立たされている方々があなたのもとに来れば、必ず喜びを見出すことを私たち一人と一人が伝え伝えることができますように励ましてください。 主は私たちがあなたの存在を感じていようがいまいが常に私たちと共にいてくださいますそして励まし三菱してくださいますどうぞ私たちがあなたの存在を本当に感じて主と共に歩む日々を送ることができますように心,心を助けてくださりそして私たちの体を助けてくださいこれから御言葉を聞こうとしております 語られる白岩先生を祝福してくださいまた私たち一人一人がまかれます御言葉の種を大切に育てていくことができますよう導きくださいこの一週間も主と共に歩みそしてあなたの御言葉を多くの方に伝える時となることができますよう導きくださいこの礼拝を主に捧げます 主の御心となることがにないますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。皆さん、おはようございます。それでは、ともに賛美いたしましょう。賛美する曲は、主を褒めたたえよ、た宝らかにです。

「いつまでも変わらず」「天地を喜びで満たす」「主を褒めたたえよ高らかに」最初から歌いたいと思います「主を褒めたたえよ」 主を褒めたたえよ高らかに主イエスを主を褒めたたえよ常しえに主イエスの名を主の愛主の愛いつまでも変わらず チェンジを喜びで満たす主の愛いつまでも変わらずチェンジを喜びで満たす 主を褒めたたえよ高らかに主を褒めたたえよ高らかにではともに主の祈りでお祈りをいたしましょう主の祈り 天にまします我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを好みに合わせず 悪より救い出したまえ国と力とえとは限りなく汝のものをなればなり「あメン皆さんおはようございます今朝は聖歌193番「御霊なる,霊なる神を」をご一緒にお歌い賛美いたしましょう。 thank mm -hmm. you 聖書を拝読いたします聖書は新約聖書「ガラ,タガラテヤ人への手紙」5章16節から25節までです。新約聖書299ページとなります。こちらは口語訳聖書の299ページです。口語訳で読ませていただきます。私は命じる。見たまによって歩きなさい。 そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら決してなぜなら肉の発するところは御霊に反しまた御霊の発するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに相逆らいその結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。もしあなた方が御霊に導かれるなら律法のもとには いいない肉の働きは明白であるすなわち不貧困汚れ公職偶像礼拝まじない敵意争いソネミ怒り党派心分裂分派妬み泥酔円楽およびその類である私は以前も言ったように今も前もって言っておくこのようなことを行う者は神の国を ぐことがないしかし御霊の実は愛喜び平和寛容慈愛善意忠実乳は自制であってこれらを否定する立法はない。キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである。もし私たちが御霊によって生きるのなら。 また,見たまによって進もうではないか。互いに挑み合い、互いに出たみ合って、虚栄に生きてはならない。以上です。ごたんの父なる神様、根朝も敬愛する兄弟姉妹方とともに、心合わせ、護道教会の共なる礼拝を、 ズームではありますが、守ることのできます。恵み。心より皆をあがめて感謝をいたします。あなたの幸いな、幸いなお導きを感謝を申し上げます。今日はペンテコステの日でございますが、聖霊様が、あの初代教会にお下りになった、 その日を覚える記念すべき日であります。それ以来信じる私たちに、聖霊様が望んでくださり、うちに住んでくださり、導いてくださいますことをありがとうございます。いよいよご聖霊様によって、あなたの愛、またあなたへの愛を、 いよいよ満たしてくださいますようにまた私たちに内獣の御霊によって力を与えてくださり皆によって語ることができますように助けてください今週お誕生日をお迎えになりますよしこ芝居 あなたが祝福し、どうぞ、すべての目における幸いをまた与えて、これからの一年、導いて差し上げてくださいますように。ご家族の上に、どうぞ、ひとしきめぐみ見守りがありますように。また、ジュディ姉妹のことをこの前伺いました。お声をかけてくださっておられます。本当に、姉妹のまた、 ご愛に豊かに報いて、また祝福をもってさらに導いて差し上げてくださいますように。私たちが共に声を掛け合い、また祈り合って、いよいよ進んでいくことができますように。助けてください。また、ジュディ姉妹のお父様、長吉兄弟、いよいよご健康を守って差し上げてくださいますように。どうぞいよいよ回復が 与えられなさいますように、どうぞあなたが守り、また見ておいてくださり、内なる御霊の命によって満たして差し上げてください。また神様、看護してくださっておられます。千代子姉妹の上に、あなたのまた見報いを、これからお祈り申し上げます。感謝をいたします。また、 きょ兄弟が、えー、この前病院からお戻りになられて急遽また ER に行かれました、えー、そしてまた検査を受けになられましたが何でもなかったということで全て正常であられるということで皆拝めますまたさらに6月の17日に今度手術が予定されたということでいらっしゃいますか どうぞ備えることがおできになりますように、私いつも成功のうちに完了し、また回復なさられますように、心からお願いを申し上げます。また共に祈っていくことができますように。どうぞまた看護してくださっておられます。久子姉妹の上にも、見向くいをまた与えて、自立さし上げてください。 また、インフォー兄弟もこの前、等に ER に付き添われて、早朝までいてくださって、待っていてくださったこと、本当に感謝をいたします。報いを、またあなたの見報いがありますように、本当に、圭姉妹が、今日は、大家さんのご都合で、共にまた礼拝を守っておられますが、どうぞご健康第一に今、 日本への帰り支度を始めて準備をしておられるところでございますが、どうぞお体を大切になさり、またどうぞ回復なさられますように、痛みが除かれますようお願い申し上げます。神様、また学びの上にも、どうぞあなたの良き最善の導きが与えられますように、すべてのいずれといるが守られますように、 心からお祈り申し上げます。また、神様、最近お母様、お父様をお送りになられました、繭美姉妹、また、サライ姉妹の上に、引き続き、あなたの豊かなお慰めがございますように、お祈りを申し上げます。ご家族の上、ひとしきまた、 長め平安が与えられらっしゃいますように。来週はメモリアルでであり、十時からの合同礼拝になりますが、我々でサービスをどうぞ導いてくださり、またともに、お母様お父様、しのぶことができますよう、またこの一年に召されたお一人一人をのぶことができますように、うん、どうぞあなたの 導きとまままた恵みがありすすようこれからお願い申し上げます神様また教会がリオープニングに向けて具体的に話が始まり来月え第2あるいは第3の日曜日には少しずつありますけれどもまた予約制で あると思いますがもに教会で礼拝を守るというそのことも始まる予定になっておりますズーム礼拝も並行してもたれますけれどもどうぞハイブリッドの礼拝をあなたが祝福し導いてくださいまた初めは試験的でありますがさらにまた だんだんと、正常にまた戻っていくことができますように。また、ハイブリッドの礼拝が、えー、継続して持たれていくことができますように。どうぞあなたの恵みを持って、ご臨在を持って、私たちを導いてくださいますよう皆をあがめます。いよいよ、あなたの皆を賛美し、また、いよいよあなたの皆の皆栄光を配しめてくださいますように。これより皆をあがめます。 今週週間も見てお祈ねいたします。さらなる礼拝の時を待ち望みつつ、尊き主エスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメンお祈りをさせていただきましたが、教会のオープニングのお話が、長老会でも具体的になされておりました来月には、 大体、えー、第3日曜日父の日にはもう少しずつはありますけれどもオープンされるというそのような予定になってきております、まあ、さらにいろいろ準備をして、まあ、また消毒やアッシャーやそういったご奉仕も必要になってまいりますが予約ささる方あるいは奉仕を希望なさる方どうぞまた、えー、ご連絡をしていただくと幸いであると思いますが 党に祈ってまいりましょう。ま、た、えー、正常化に向けて、また今度は、えー、新しい正常化ですね、ハイブリッドの礼拝、えー、教会における礼拝と、ズームにおける礼拝が並行して持たれるというね、幸いな祝福のまた歩みを続行させていただきたいと、それを願っていることでございます。また今日はペンテコスタの日でございますが、 あの、首都行伝2章に書かれております。最初に精霊が下った、その時を覚えさせていただく時です。初代教会が誕生した日でありますね。イエス様がご復活なさり、40日間姿を現された後、天にお帰りになられました。そして10日後に天の御座から、 力を受けになった精霊を私たち一人一人に注いでくださったことであります。そして私たち一人一人普通の人間を生徒に変えてくださったことでありますね。まあ、精霊が下ってくださったというのは、イエス様が本当に復活してくださった、本当に天に回られる、御座に座し取られることの証拠でもあることであります。 このお祝いの時心からまた身をあがめて賛美をさせていただきたいと思うことでございますがこの三河がですね私たちのうちに来てくださりまた住んでくださるその恵みを信者信徒である私たち一人一人に与えているわけでありますが今お読みいただきましたこの箇所の一番最初のところでパオロが命しております 見たによって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。と、そのように命しているわけでありますね。素晴らしい戒めです。見たによって歩きなさい。そうするとどうですかお約束は決して肉の欲を満たすことはないという。これもまた素晴らしいお約束であります。 見たによって歩くということは、ある意味で、新約聖書のお言葉の集約のようなお言葉ですね。私は実際生活においては、この見たによって歩けばよろしいということです。そうするならば、肉の欲を満たすことはもうない。まあ、ここに集約されるわけなんですね。歩くという、そういう表現が使われておりますけれども、 これは日々の生活、継続した日々生活のことを意味しております。パウロは好んでですね、この歩くという表現を用いました。信仰によった、信仰によって歩いているというね、そういうことも記しましたね。あるいは命令では、他にも愛の内を歩きなさい。あるいは光の子らしく、 歩きなさい。さらには、賢い者のように歩きなさい。そういったような命令をこの記しております。ヨハネもですね、第3の手紙3節4節を見ますと。真理の内を歩むと。そのように、そういうことを書いております。真理の内を歩いているということを 繰りり返し記し記ております私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きな喜びはないと、まあ、そのように記しておりますけれども、まあ、このように日常生活においてですね、私たちが継続していくべきこと、それが記されているわけでありますが、まあ、こういったことを集約したこの言葉、 今しめ、それが、御霊によって歩きなさいという、そういうことになるわけでありますね。私たちがス様を信じてお受け入れしたときに、心の内にいただいた御霊によって歩いていくという、日常生活を継続していくということをさせていただきましょう。まあ、具体的にはですね、どういうことであるかといえば、それは、 祈って、御言葉に従っていくということでありますね。祈っていくこと、そして聖書のお言葉に導かれていくという、そういうことでございます。この前、あの聖書会の後ので、仏式のお葬式のお話が出ましたけれども、この仏教法ではですね、お葬式になると一生懸命、皆さん祈りますけれども。 しかし、普段は祈りっていうことがないんですね。ですから、お坊さんであった方がですね、キリスト教には祈りがあるということに関心を持たれて、そして、クリスチャンになられましてね、牧師になった方がいらっしゃいます。まあ、クリスチャンはですね、神様の掲示がありますので、はっきりわかるんですね。分かってきますので。ですから、この地上で、 生活している間に祈っていくことができるんですね。神様に祈っていくことができます。父なある神様、このある神、イエス様、そして精霊様に祈っていくことができます。御言葉を読む前にも、精霊様どうぞ分かるように助けてくださいと、そのように祈ることもできますね。まあ、祈っていくことをしていきましょう。そしてですね、また、聖書のお言葉に導かれていく、聖書のお言葉を豊かに 蓄えていくということねそのことをしていくということであります。このガラテヤ人への手紙の次には、エペソビトへの手紙という手紙がございます。さらにその次の次には、コロサイ人への手紙というのがございます。このエペソビトへの手紙とコロサイ人への手紙というのは、内容的に非常によく似ているんですね。まあ、両方とも、 パウロが獄中から同じ頃ですね。同じ頃の時期に、この、したためた手紙であるんですね。ですから、とてもよく似ています。特にまた、エペソビトへの手紙5章、コロサイビトへの手紙3章というところにいますと、非常によく似た文脈ですね。ほとんど同じじゃないかと思うような文脈でありますが。その中にですね、 一箇所だけ違う言い方がされているんですね。その中にエプソビトへの手紙5章18節を見ますと、見たまに満たされなさいと言われております。見たまに精霊様にですね、満たされ続けなさいということが進められています。殺さえ人への手紙3章16節を見ますと、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに 宿らせなさいとそのように言われているんですね。後の文脈は前も後もみんな同じです。そこだけ違う表現が使われておりますから、ですからこれはですね、同じことが言われているというふうに解釈できるわけですね。見たまに満たされるということは、キリストの言葉を内に豊かに宿すということであるということですね。キリストの言葉を もう豊かにいただいてですね、もうキリストの言葉を豊かに蓄えさせていただく。それが御霊に満たされるということであります。御霊によって歩むというのはですから、このキリストの言葉に豊かに導かれていくという、そういうことでありますね。そのよういうことができます。まあ、お祈りをして、御言葉に導かれていくね、そういう歩みをさらに継続してさせていただきたいと願うことで、 ございますが今日はですねちょっとある方の救いのお明かしもお分、えー、かちし,しておきたいと思うんですね、えー、宇治市日本の宇治市のですね小出正というクリスチャンの方でございますが、まあ、この方はですね先祖が戦国時代お城の首切り役人だったというんですね。 首を切る役人ですかちょっと恐ろしい <laughs> えーね、何かこう、役割だったわけであります。すですからね、おばさんがよく、この小出さんに、あ小いで家はたたられていると、もう、呪われていると。そうやって繰り返しね、言ってい,いらっしゃったと言うんです。まあ、それでこの小いさんもですね、そういうこと、を聞きながら、考えながら、なんだん、大きくなられたそうですが、えー、しかし、 高校の担任の先生がクリスチャンだったそうですね。その先生がまた部活の担当の先生でもおありになって、まあ、卒業直前にその部活の部屋でですね、先生がお話してくださったということで、それでちょっとお読み、そのお証しをお読みいたしますが、小出君、イエス、キリストが大きな釘で、 手のひらと足を打ち抜かれて、十字架に宙づりにされ、その思いきの十字架を兵隊が荒々しく、ドスンと穴に落とすと、どうする、どうなると思う。これを小出君が受けるとしたら、小出君の身代わりに、イエス様が受けてくださったんやで、と。 まあそのように言われたというんですね。と続いてお読みします。この時、イエス様の十字架が自分のこととして私の罪の身代わりに死んでくださったと心から分かったのです。自分が神様に背を向けて生きてきたことや人に対する良くない思いが罪であり、 その罪のために、キリストが十字架で死なれ、三日後に復活された神であることを信じました。そして自分が思い出せる限りの罪を、その日神様に告白して祈り、神様が私の罪をお許しくださったことを確信しました。新約聖書を読んでみると、 どの言葉も新鮮で、あれもこれも赤鉛筆で印をつけるほどに頷かされ、聖書に書かれた神の言葉には力があり元気がもらえます。私の作り主は私の必要をよくご存知です。創造主の神様を礼拝することは非造物である人間には 自然で当たり前の行いで、イエス・キリストを信じることは、宗教に入るとか、キリスト教という宗教の教えを実行せねばならないということではないことが分かってきました。人が作った神ではなく、人をお作りになった聖書の神様を 信じるように導いてくださった神様に本当に感謝しています。キリスト信徒になってからは自然を見る目が変えられて草花や動物、山、海、どれを見ても神様がお作りになった素晴らしい完成品であることに気づき ファーブルやシートンも神様の創造の素晴らしさを絶賛していたに違いないと思いました。小出さんはですね、イエス様を告白し、そして罪をですね、告白し、そしてイエス様を信じ、心にお受け入する、そういうことができたんですね。その時に精霊様が心の中に来てくださいました。 第二コリントの5章十7節では、キリストにあるものは新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのであるという幸いなお約束がありますが、お言葉がありますが、小出さんも聖霊をいただいたんですね。その死にしたときに聖霊によって新しくされました。ですから、新約聖書を読んでみてもですね、どの言葉も新鮮で、 もうあれもこれも赤鉛筆で印をつけたと、まあ、そういうふうにおっしゃってますが、まあ、そのように新しくされたんですねまた自然を見る目が変えられて草花や動物山海どれを見ても神様がお作りになった素晴らしい完成品であることに気づきましたとこれも精霊様が書いてくださったからですね内側から書いてくださってもう 見る目も変えてくださったんですね。そして神様への賛美が出てくるようにしてくださいました。皆、うちに来てくださった、住んでくださった精霊様の御業でありますね。新しい被造物となられたことでいらっしゃいます。私をお作りくださった創造主の神様は、私の両親が結婚する前から、 私を覚えてくださっていたのです。おばが話していた呪いやたたりを、神様は私と私の家系へ引き継がせず、むしろ祝福に変えて、溢れる恵みを継がせてくださいました。まあ、そのような感謝の証を書いておられます。本当に幸いですね。 私たちイエス様を信じて、ね、救われたというのは、信じたときに精霊様が与えられ、新しく変えられたで、ね、新しくされました。そしてまた、精霊様がですね、この心の内に来てくださったということは、また私たちクリスチャンの内側には、戦いが出てくるということもあるんですね。葛藤が生まれます。 それをですね、ガルテオビトの手紙5章の17節でパウロが引き続き書いております。肉の欲するところは御霊に反し、また御霊たの欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに相逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになると、そのように続けて書いておりますね。 私たちの生まれつきの性質、自分中止の性質、罪の性質、これは赤ちゃんの時にもうもろに現れますけれどもね、だん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 成長するとともに社会的には整えられてきても心の内にはそのままある、えー、肉と言われるね、生まれつきの性質、自分中止の性質ですね。そこに御霊が来てくださるわけであります。イエス様を信じる時に、 新しい性質、神様のご性質が与えられますので、この新しい性質と古い性質の間に葛藤が起こるんですね。これをローマ人への手紙7章でパウロがまた記しております。ローマ人への手紙7章のあの葛藤は、未信者のことが記されているのではありません。あれは信者のクリスチャンのことが語られているんですね。 クリスチャンであるから良いことをしたいという思いがあるんですね。しかし肉の性質がそれに相反して逆らってまいります。私が欲することを行わず、かえって私を憎むことをしていると、ローマオミトの手紙の話を15節でパウロは告白しておりますが、そのような戦いがですね、内側に出てくるんですね。 それはクリスチャンである。証拠でもあるんですね。その時に、御霊を選んでいけばよろしいんですね。精霊に従うことを選んでいくということです。その力、その自由も、クリスチャンはもう与えられているんですね。葛藤があっても、御霊を選んでいく。御霊に従っていく。その時に、どうですか、1 8節を見ますと。 もしあなた方が御霊に導かれるなら立法のもとにはいないと、続いたパウロが記しておりますね。私たちは御霊に導かれていくことができます。それを選び取っていきましょう。その時に立法のもとにはいない。立法のもとにはいないっていうのはどういうことでしょうか。もう人間の努力を頑張りで生きていく必要はないということですね。努力を知って何とかやっていくことを。 もうしなくていいっていうことです。えー、自分の頑張りで何か神様の、えー、今島を守るとかね、そういうのがキリスト教ではないっていうことを小出さんも私の中で書いておられましたが、かえって神様が作り主が私を作ってくださり、また御霊を与えてくださるわけですね。そして私たちが御霊に従っていくことによって、この御霊の力によって、 私たちはこの御霊の知恵によって生きていくことができるように変えられていくわけであります。ジョン・バンヤンというですね、まあ、クリスチャンであり牧師でもあった方が、天露で来てあるいは天国への旅という、そういう小説を書いていますね。聖書の次に多くの人に読まれているとも言われた本でありますが、その中でね、こういうことを書いています。 部屋の中にもうホがたくさんですね、溜まってしまっていたというんです。でそこに掃除する人が来ましてね、そのホコを一生懸命、ほうきで吐いたというんですね。で、ほうきで吐きますと、どん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 、このホコが待って、で、ホが待った後、また下に溜まって、<laughs> また元の木が見前と同じになってしまったというんですね。でそこに解説を入れていまして、 その部屋というのは私たちの心を表している。この掃除人というのは立法であるというんですね、神様の戒め。ただ、立法、神様の戒めを自分の頑張りで,です、ね、人間の努力でやろうとしてもですね、ばーっとこう、誇りが待って、また後にまた積もってしまうように、何の変わりもない、何の変化もないということですね。 しかし、私たちが御霊に導かれていくならば、それに打ち勝っていくことができます、ね。新しい歩み、命の歩み、清い歩みをしていくことができるようになるんですね。この肉と御霊の対比を19節のところからまた、パウロがあこのはっきりと書いております。ちょっとお読みいたしますね。19節最初は肉の働きのことを書いておりますが、 肉の働きは明白である。すなわち、不貧困穢れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、 円楽、およびその類であると。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。まあ、ここで、その類であると、パウロが言っておりますけれども、まあ、肉の働き、罪の性質の働きというのは、現れというのは、明白でありますね。しかし続けて、 パウロは22節から、御霊はそれではどういう現れがあるかということを記しております。しかし御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳を、自制であって、これらを否定する立法はない。 そのように言われております。まあ、悪いこと、問題というのは、みんな肉から来るんですよね。肉に関係したことから、いろいろな罪、問題が出てまいります。しかし、解決は、御霊から来ますね。解決は人間の努力や、人間の知恵から来るんではなくて。 御霊から来ますね。御霊の知恵。御霊の力によって与えられます。私は愛がないとおっしゃる方いらっしゃるでしょうか。御霊が愛の実を結んでくださいます。私は悲しみに浸っている憂いがある。苦しみがある。しかし御霊が喜びの実を結んでいってくださるですね。ね 私は心の中にね、いろいろ混乱がある。え本当に、もう、葛藤争い。心の中にですね、もう、それの問題があるという方も、御霊が平和の実を結んでくださる。その時に平安が、平和が与えられてきます。私は心が狭い。そういう方はしたら、御霊が寛容の実を おおらかさの実を結んでいってくださいます。私は不親切だという、そういう方がいらっしゃれば、三玉が慈愛の実、親切の実を結んでいってくださいます。善意、忠実、乳は自生。私は自分をコントロールできない、もう流されてしまう。もしそういう方がいらっしゃれば、三玉が、ね、自生の実。 セルフコントロールですね。自分をコントロールする身を結んでいってくださることがあります。まあ、そのようにしながら、私たちは三鷹に導かれていくときですね。三鷹によって歩んでいくときに、肉の欲を満たすことはない。そればかりか三鷹の身を結んでいくことができるんですね。そしていよいよ、イエス様に似たものと変えられていくことが でできるのでありますもうすでにですね肉に対する勝利克服それをねその道を主は備えてくださって解決が与えられております24節でパウルが記しておりますねキリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである そのように言われております。安様が十字架についてくださいました。ですから私たちも自分の肉、情、欲、それをもう十字架につけてしまったんですね。もう既に勝利が与えられております。解放、自由が与えられております。ですから25節でパウルが進めております。もし私たちが 御霊によって生きるのなら、御霊によって生かされているのなら、また御霊によって進もうではないか。互いに挑み合い、互いに妬み合って共栄に生きてはならない。ここで、そのように締めくくっておりますが、既に勝利を、克服を与えられたね、私たち、解決を与えられた私たちは、 御霊によって生きていきましょう御霊によって歩んでまいりましょうもう肉の欲を満たすことはありません御霊によって進ませていただきましょう、まあ、素晴らしい戒めとお約束それにもう一度感謝したいことありますが私たちはですねこの御霊によって自分自身がこのような素晴らしい勝利が与えられているというそのことだけではないんですね。 実は私たちは、さらに周りの人を助けることができる。そのようなものにも変えられました。六章の一節からを読みますと、さらにパウロが続いて言っております。兄弟たちよ、もしもある人が在家に陥っていることが分かったなら、例の人であるあなた方は、柔和な心を持って、その人を正しなさい。 それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと反省しなさい。まあ、ここで例の人であるあなた方と言っておりますが、例の人というのは御霊に導かれている私たちのことですね。御霊に導かれているあなたは私は、周りの人を 正してあげる、あるいは周りの人を助けてあげる、そういうことができるものに変えられていくというのであります。2節を見ますと、互いに重荷を追い合いなさい、そのように言われておりますね。この、お互いに助け合う、た、ねえー、正してあげるとかですね、支え合ってそのようにしていくことを重荷を追い合うと言いますね。これは教会の姿ですね。私たちクリスチャンに ね、教会が与えられている。神様の家族が与えられている。私たち一人一人は皆、神様の家族である、教会の一員であります。なぜ教会が与えられているのかそれは私たちが互いに重荷を追い合うことができるようにしてくださっているんですね。私たちが互いに助かっていく、支え合っていく、そのようにしていくときに、2冊後半を見ますと。 パウルが言っております。そうすれば、あなた方はキリストの立法を全うするであろう。キリストの立法というのは何でしょうかこれはキリストの愛の立法。自分を愛するように、あなた、あなたの隣人を愛せよという、その一番大切な戒めですね。イエス様が一番大切だとおっしゃった戒め。 自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよという、キリストの愛の立法です。それを全うしていくことができるものとされます。ですから私たち、教会家族が与えられていることも感謝してですね、いよいよ御霊に導かれながら、互いの重荷を追い合うものともならせていただきたいと。願うことでございます。一言お祈りを。 いたします手の血なる神様すべての問題は肉からまいりますしかし本当にあなたは御霊を私たち一人一人に与えてくださいましたどうぞ御霊によって歩んでいくことができますように御霊に導かれまた御霊によって進んでいくことができますように 助け導いてください。その時に苦の欲を決して満たすことはありません。その約束の上に皆を深め感謝をいたします。さらにまた互いの重荷を追い合い、キリストの愛の立法をまた全うしていくことができるものとならしめてくださいますように。私たちを助け導いてください。イエス様のお名前によって、 感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌四百九十九番、御霊よ下りてをご一緒に賛美いたしましょう。 見て昔のご それでは皆様捧げ物のの準備をいたしましょう献金のお祈りをいたします恵み豊かな父なる神様先週も私たちを豊かになるよう働く恵みを与えてくださりありがとうございましたここに集います一人一人の生活を支えていただき感謝いたします私たちはあなたから受けた実りの中から 心から捧げ物を用意いたします。あなたの身胸,に身胸にかなうよう用いることができますよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 しこみたえをめぐみあふるちち 恋恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しい交わりと励ましが我ら一同とともに今も後もようよう限りなく豊かでありますようにアーメン それでは、次週5月30日の礼拝は、商店舎記念礼拝となります。日英合同で10時より行われます。皆様、10時よりズームにお入りください。えー、ズームの方は、えー、英語部のズームになります。えーえー 本日皆様のお手元に届いておりますお知らせの中に8705004107パスコード1234の、えー、ズーム番号が、えー、お知らせに入っておりますのでどうぞ10時になりましたらそちらの方またはホームページの礼拝に参加という、えー、ところをあのクリックしていただいてご参加くださいますようお願いいたします。 また、あのお便りなどに載せたいことがございましたらば、毎週火曜日の夜、または、水曜遅くとも水曜日の午前中までに、教会の方のオフィスにお電話いただくか、メールでご連絡いただきますようお願いいたします。お知らせは以上です。それでは、新しい週も皆様、神様、御霊と共に歩みましょう。シャロン。